皆さんこんこにちは大です、えー、あるクライアントから連絡が来てで前回セッションを受けてからねすごく穏やかな気持ちで過ごせてるとまああの不安があってねある不安があってでそれを解消するっていうお手伝いをしたんですけれどもですごく安心感を持てたとでまあ不安が出てきたりすることもあるんだけどねその対処法なんかも一緒に考えてみたりしたので。 でああ本当に大丈夫なんだと思えたと。で、なんかやっぱりセッションを通じて、大事さんに大丈夫だと、本当に言ってもらった感じがして、その安心感が大きかったというようなことを書いてもらっててね。で、いや、すごい大変な状態の中でね、生きてる人っているじゃないですか。ねで、だから、なんか、ああ、もう大丈夫、大丈夫。 何とでもなるよとは言えないんだけど僕もねだけどなんかあれ大丈夫かも自分でもできることあるかもとかねあとなんか周りの人とちゃんとつながりながらやっていったら「あ大丈夫かも」っていう体験はとにかく一緒にしてみたいなと思ってるんですよねだから大丈夫かもっていう実感はとにかくしてもらいたいんでそのためにねコーチもしくはカウンセラーとして何ができるかなっていうことは常に考えてるわけです。ででやっぱね自分であ 自分のことなんとかできるんだとかねあのコントロールできることがあるんだってやっぱり気がつけた時のね安心感ってすごく大きいわけだしであのそれをサポートしてね一緒に動いてくれようとする人がいるっていうことはねすごくなんか大きいんじゃないかなと思います。でとはいえね僕も最初からなんかいやきっと大丈夫だよとであ本当に大丈夫なんだって体験ができるまでね一緒にやってみようって。 こう最初から言えたわけじゃないんですけどねやっぱねあのすごいなっていう人たちをいっぱい見てきちゃったんだよねまああのも僕も、まあ、半信半疑で言っていかんけどでもまあなんとか力になりたいからと思って関わってきた人たちがねでやっぱりその後自分で大きくこう変わっていくねっていうのを見てああ人って本当にどんな状況からでもね あの自分の持ってるものを使ってでよりいい方向に自分を持っていったりとかねその自分なりに幸せ作っていけるんだなっていうことをいっぱい体験したので、ねえー、そういうエピソードもねまた、あのー、そのうちね、えー、本にしたりいろんな形で皆さんに紹介できればなと思ってますけどやっぱちょっと人間のこのレジリエンスというかね回復力ってとてつもないなっていう体験をいっぱいしてきたんだよね。でだかからこそなんかきっと あの我々は一人一人ねあのみんなそういう力を持ってるだろうとでなんかそれのスイッチが入るっていうのはねやっぱりあの誰かと一緒にこの小さい成功体験ほんとちっちゃくてもいいんだよねを積み重ねていくっていうことにきっとヒントというかねがあるんじゃないかなと思ってこう頑張ってきてるということなんですけど、まあ、また今回もね、えー、いい報告いただけてよかったな <laughs> ということです。あの なんかだから何とかしてあげようじゃないんだよね一緒になんかできることをやりながらあできるかも大丈夫かもってこう思っていくって、ね、あのいうようなことができるっていう、ね、役に立ち方があるんだというふうに思ってみたらどうだろうとまあそういうお話です参考までそれではまたバイバイ